いつも使ってるトースターがまた壊れた。トースターでトーストができなくなった。他が全部使えるんで、このスイッチがね、使いすぎて壊れたかもしれないので、ワッフルと交換。基板を正面から見たところ、これの一番端っこが SW の1がトースター、3が、ワッフルか。ワッフルは全然使ってないので、トースターと振り替え。ハンダのこの S の10と S の13、それと S の15か。これを外して、交換。ハンダこてて、ハンダをどかし、これに吸ってもらうのをやると、こういう感じ。で、ハンダが取れてくる。トースターが組み上がり、テスト。オン。トースト。ははは。働いております。当たり前か。修理したんだもんね。あれ？はい。以上。